どうも、はじめまして、カズキです。ここからはテレコでお送りしたいと思います。なんでかっていうと、あまりにもカメラに向かって一人で喋るのが恥ずかしくて全然喋れなかったん で、アテレコだったらまあ少しマシになるかなと思ったんで、まあ、こういう感じでこれから紹介していきたいと思います。で、今回買ってきたお店が、まあ、GU と古着屋さんのシカゴっていうお店で、 GU で5000円分ぐらいで、シカゴで約1万円分購入しました。で、まず GU から紹介していきたいと思います。で、紹介するのが GU アクティブスマートシューズ。革靴みたいな感じで税抜き2990円で、サイズは 27.5cm を買いました。こういう靴のいいところって、清潔感が出たり男らしさとか、あと大人っぽい男のイメージがつきやすいなと思って、でスニーカーとは違ったかっこよさがありますよね。で、ドクターマーチンとかもいいんですけど、まあ、ちょっと高かったので今回 GU で安くお手頃に買えたので買ってみました。革靴だとやっぱりトップスとかボトムスはどうしてもグレーとか黒とかブラウン系になっちゃうと思うんですけど、あえてカラーパンツとか持ってくるとかっこいいと思います。で、次に紹介するのがシェフパンツのグレーで L を買いました。値段が990円、めっちゃ安い。で、グレーパンツは何がいいかって、やっぱり汎用性の高さですよねって思います。で、上やっぱトップスに何でも持ってこれる。で、素材もスウェットでもいいし、セーターでもいいし、パーカーでも何でも。で、色もやっぱグレーだから別に全然喧嘩しない感じだと思います。で、やっぱりコートとかと合わせるとすごいかっこいいと思う。グレーはやっぱパンツはどうしても黒とか、まあ、青のデニムパンツとかが多くなっちゃうと思うし、やっぱそうすると人と被りやすいから、そこで人と差別化できるっていう点で、まあデニムパンツとか黒スキニーとか飽きた人にすごいおすすめです。ぜひ買ってみてください。次がイージーアンクルパンツ990円、これも安い。で、柄がストライプで、 GU で珍しいパンツで柄物で即購入しました。で、サイズは M 買いました。で、さっきの L と丈は同じくらいかな。色はネイビーだから上品で、しかもかっこいい、大人かっこいいイメージで、トップスはオーバーサイズのパーカーとかでも合いそうな感じで、下が柄だから上は無地の方がいいかもしれない。で、色はまあグレーと白の柄なんで、まあ何でも合うかなって感じで、で、まあ同系色よりはまあ反対の白とかの方がいいかなっていう感じかな。次に紹介するのがシカゴで買ってきました黒のパンツ、3190円です。で、黒地に赤の細い線でストライプの柄です。で、パンツ今回多めに買ったんだけど、パンツでやっぱり個性出す人って少なくて、だからまあ人と被りにくい、まあだからすごいおしゃれに僕は思うんだけど、まあ人と被りにくいってことは、そういうファッションを苦手とする人もいるんじゃないかなってことで、まあ普段のファッションで飽きたとか、人と被りたくないとか、個性的なファッションをしたいとか、そういう人にすごいおすすめって感じです。で、上はやっぱ黒か赤だと統一感が出て、すごいかっこいい、大人かっこいい感じで、さっきの革靴とも合いそうな感じです。で、次に紹介するのが青のベスト で、これが2090円だった。で、やっぱ黒のベストとかだとちょっと少し硬いイメージがあるんだけど、まあ青なんで少し可愛いイメージができるかなっていう感じで、全身モノトーンとか、まあ、少しカラフルにしたい時に上に着るだけでイメージが一気に変わって、で、まあちょっとこれベストって言ってもなんかフィッシャーズベストに近い感じのデザインです。次に紹介するのが紫のデニムパンツで4290円、古着にしては少し高かったんですけど、ブランドを見たらリーバイスだったんで納得。これもさっきの革靴がすごい合いそうで、これ無地なんで上半身は白か黒で
柄ありだと可愛いかなって思います。でこれらのコーディネートはこれから毎日 YouTube と Instagram でアップしていくので、よかったらフォローお願いします。で今回の合計金額 GU で5477円、古着屋シカゴで9570円、合わせて税込み15,047円でした。でぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。